蓮様、こいつら殺しちゃっていいんだよね。ああ、さらなる実験に利用しようと思っていたが、もういい。施設も使い物にならねえ。殺せ。ただし苦しみを与えて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 、それからぶっ殺せ。ちょっとあんた、他人にばっかり戦わせるなんて卑怯だよ。何を言ってやがる。手下を使ってるのはてめえも同じだろうが。手下？私たちが？とんでもない間違いですわ。私たちは仲間ですわよ。金崎がそれを言うか。本当に。ちょっとちょっと、なんでそんな反応になるんですの？そうだよ、マヤヤたちは金崎レイの愉快な仲間たちだよ。マヤヤさんまで。だからそういうんじゃないんですの。大丈夫だよレイちゃん、本当の仲間だから本音も冗談も言えるんだよ。さゆりさん、あなただけは信じてましたわ。ふん、ごちゃごちゃうるせえな。てめえら、さっさとこいつらを片付けろ。言われずとも、私がこいつらの肉を切って切って切り刻んでみせよう。そして私たちこそが貴様らに代わって本物になるのだ。そんなこと、この私がさせるもんか。アキハの刀はみんなを守るためにあるんだ。私を倒すからね、倒すからね、倒して強くなるんだからね。強くなりたい気持ち、痛いほどわかるよ。でも負けてあげるわけにはいかないの。今のマヤヤ、やっぱりつまんないよ。だからマヤヤのモーミさん、作り変えてあげるヒュー。昔のマヤヤにはそう見えるのかな。でも今はすっごく楽しいの。だから負けられない。ったく、役立たずばっかり嫌になる。私一人でお前らみんなやってやるの。自信を持つことと他人を見下すことは違う。それをわからないお前に私は倒せない。さあ決着をつけようぜ。私、ええ、そろそろあなたの顔は見飽きましたわ。その顔は美しい私だけで十分。さあ行け、コピーども。こいつらに勝てばお前たちの願いを叶えてやる。必ず殺せ、必ずだ。もだえ死なせろ。全ての戦人は逆境という名の学校を卒業しなければならない。私たちは負けませんわ。覚悟なさい。Yeah.
私たちは所詮コピーなのか。違うよ、違う。うまく言えないけど、あなたたちが負けたのはきっと私たちになろうとしたから。自分になろうとしなかったから。自分になる？何を言っているんだ。なるほどな。確かにうまく説明はできないけど、さゆりの言ってることわかる気がする。うん、そうだね。何なのだ、何なのだ、貴様らは。この気持ちがわからないようじゃ、何度やっても私たちには勝てませんわよ。だからこの気持ちがわかるようになるまで、いつどこででも挑戦を受けてみせる。いつでも。だと。うん、約束する。約束？私と？そう、もう一人の私と。もう一人の私？くだらねえ。所詮は実験体だったから。